もうなんて言うんでしょう、まあ1個目、うん、2個目、うん、3個目、え4個目、え、そうなの？もう5個目ぐらいから知らなかったって。でもこんなに長いこと何信心してるのにそんなことも知らないで、こんなに長いことただひたすら信じてもうやってきた自分もバカだったとも思いましたけど、でも自分の周りだって誰一人としておかしくないってそういう声も聞いたこともないですし、やっぱりその本当に盲目っていうか狂信っていうか、自分は本当にただ忙しいだけで、毎日とにかく夜は明日の予定を確認して、明日は昼と夜とか昼と夜とか朝と夜とかって、うん、だからもう何でもそうです、とにかく明日の予定を見てでっていう感じで、もうとにかくもう常に追いかけられてるようなそういう状態だったなって、今まだ2日3日なんですけど、会合で出なくなってっていうか2日3日なんですけど、やっぱりそのまあやっぱり穴が開いてしまったような寂しさみたいなのがあるわけです。でも自分はまあその脱会したっていうことに関してはもう何の後悔もないし、もう二度と戻ることもないし、もう今なら間に合うとか、もういろんな、いろんなメールが毎日来ますけど、でも私は今もう随分時間かかりましたけど、今気がつけて本当に良かったって思う気持ちで、まあ、いっぱい、よく戦いましたね。まあその学会時代も含めてですよ、よくそこまで自分をね追い込み、いや、うん、そういう風になってる、まあ、仕組みがね、はい、だけどまあ乗るか乗らないかでそれを受け止めた人と、まあ、背を向けるっていうかな、そうですね、で逃げ回ってる、大きくとその2つに分かれるわけじゃないですか、はいはい、それをでも受け止めちゃった人っていうのはそれはそうかっていうものからそうかを見た場合は確かに方々団体だけど、はいはい、人間として見た場合はね大変な尊い人だってことですよ。誰も 3K みたいなもんじゃん、 5K、7K っていう、そうですね、テレビじゃないんだ、 4K じゃないんだけどさ、私より若い人も何人かいるんですよ。でも例えば民間の係の人が、まあ、亡くなったわけですよ、がんでやっぱり、でその民間の係を人間の係だけやってくれないかな、お願いできないかなって、まあ何人か声かけるじゃないですか、と絶対やらないって言うんですよ、やっぱり大変だから。あ、民謡って大変なの。あ、チケットも結構さばくの大変なのね。さばくとか毎月買う結局自分が買うしかないわけ。そうです、誰も買わないですからね。誰も買わない、ほぼ買わないです、ほぼ買わないほぼ買わないで、あんまり毎月買ってるのを見て、まあかわいそうに思ってたまに買ってくれる人がいるっていうか、そのものが楽しみで行くなんていう人はいないってことだね。そうですね。まあ聞いたこともねえような外国のなんか太鼓叩く人とかなんかそんなにっていうよりも、うちはから近いので、もう行くとしたら昼間とかぐらいしか行かれないんですよ、太鼓がこう入ってるので。あ、で変な演歌とか好きでもない。あ、で遠いのは大変じゃないですか、いろんなところを出てくるのは。なので結局近い昼間って選ぶとになって、それで誰どんなのが来るのよ。なかなかそういう演歌聞いたこともないよな。聞いたことはありますけど別に演歌は好きじゃない。学会とは特に関係はないのね、その人たち自体は。まあなんかそういう契約みたいなのはあるんでしょうね、バーターだね、あると思うんですけど、だから最初は、まあ、無理して行ってたわけです、でもそのうち行ってももう
何してるって寝てる、寝に行くみたいな。なるほど。疲れちゃって。でこんなに寝てるんじゃ、まあ人にあげた方がいいなと思って、2枚ずつ買って誰かと行ってねって、まあ外部の人とかにこうあげてたわけですよ。でもそのうち2枚ずつ買うのも毎月1万円だからだとか思って、あの1枚買って、もうやっぱ誰か一人でも、あの私行ってくるわっていう人にもあげてって、やっぱあげるわけですよ、顔の広い人に。ともらうんだったら行こうかっていう人もまあ結構いるので、あのもう最近はもう1枚ずつ買っちゃう、もうあこれあげるって、もう行かなくてもいいからって、どうせ私も行かないからって、もうどっちでもいいからって言って、もうそうやってあげるみたいな感じですかね。じゃあそれを実態知ってれば、ミンオンって言っただけで簡単のセクションじゃないってことは分かってるわけだもん。多分あれ、あのまずあのチケットっていうかパンフレットを受け取りに行く、それを地区順に配んなきゃいけないわけですよ、一応。まあ一応ね。しかも普通だと3つに分けて各ブロックの町には渡せば、みんな自分のブロックには配るっていう、そういうし町が、まあ町はいますけど町が出てきてないので、結局はもう全員所帯自分で配るみたいな感じ、で申し込みはもちろんないから自分で申し込む、申し込みに行くっていう、そういう、だからまあ1ヶ月に2回プラス配りの日みたいなのが、まあ、まあ3回なんですけど、まあそれがだからまあ面倒くさいって言えば、あと買わなきゃいけないっていうのがやっぱり大きいよね。誰も買ってくれなければ自分で買う、買わざるを得ないっていうのが、いや、そこはあんまり今まで俺もついてなかったけど、でっかい学会の財源だよね。そうですよね。あんまりそこ盲点だったよ俺も。いやだから今度読んで言ってやろう。学会はほら文化で、あの宗教で入れないところには文化で入っていって、あの、まあ友好を結んで、で仏縁を結んでいくんだっていう、そういう、だから民音は大事なんだって。じゃあそんなん建前でね、言われてる建前です。なので結局は政教主義と同じで、毎政教じゃないけど、もう部数部数民音だったら、これだけの席をね、とにかく、ね、分散させ、来ようが来まいが、本部はそのお金だけ上がっていけばいいわけですよ。だからたまにその民音が多分招待っていうか、その声をかけてもよくわかんないんですけど、まあ、呼ぶような時には、あの地区何枚っていう来るわけですよ。だからそういう時はもう仕方がないから、まあ、もちろん買う地区 S2 枚に A が支部で2枚とかって、いや全部で10枚は支部で買わなきゃいけないっていうような時にはもう買う。どのぐらいの7、8万になる。いや5万ぐらい、5000円ぐらいなので、あ S って5000円で済むの。5000円ぐらいだと、その辺はあれだね、まあ、いわゆる学会値段っていうか、それだって3万ぐらいになる、全部買えば。そうですね、4枚買うので、そう 1万円、2万円ぐらいですかね、ただのだけど、無駄な株券と同じだよね。だって行かないんだし。そうですね、ただ金だけ払って、だからもうそのもう疲れちゃって、もう行っても楽しめないわけですよ。もうそんなんだったらもう誰かにあげて、うちで寝てた方がよっぽどいいって思っちゃうんですね、だんだん。いや最初は一生懸命、せっかく買ったんだから行かなくちゃって行くんですけど、もう行くともう爆睡しちゃって、そうだったらうちで横でなってみた方がいいよね変な椅子で、変な、そうです、観客席で寝てるよりはね、って思うようになってしまって、もうそれ私が買ったんだから私がどうしようと自由でしょみたいな感じにだんだんなってきちゃってなるほど、あ、いいですか、いただいて、どうぞ。もうお茶大好き、ありがとうございます。こんな思いをしてくださって、いいですか。お子さんは、私はもう飲んできた。あ、そうなの、はい。